久しぶりだね、おでんの先輩。消えないね。どうやら徹夜明けの幻じゃなさそうだ。正真正銘本物だよ。相変わらず元気そうで何よりだ。そっちもね、用があって来たんだろう。入りな。あ、失礼するよ。やはり笑われたか。あんたとは学院にいた頃からの腐れ縁みたいな関係だし、観察していてとても楽しい、そういう後輩だったわけだが、いや、女関係で失敗するとは思ったが、まさか王女とそうなって追放とは。私の予想の斜め上を行くね。やっぱりあんたは面白いよ。殿下の名誉のために言うけど、あくまでも事実無根だよ。あ、はいはい、そうだったね。王女もテレーズって子もただの生徒、そう言いたいんだろう。まったく、話を聞いただけの私が分かることに、なんであんたは気づかないんだか。ん？で、私を笑わせに来たのかい？だとしたら、首相だって褒めてやるよ。褒められるのは別の時にするよ。今日は聞きたいことがあって来たんだ。変国の書、知っているかい？また物騒な名前が出てきたね。古代の儀式について書かれている本だ。私も読んだことはないがね。ああ、そこまでは知っている。もっと具体的なことを教えてほしい。私もそれほど詳しくはないが、死に関する魔法が載っているとか。死？ああ、ただどれほどのものなのか抽象的すぎて何とも言えないのね。そうか。まったく。おや。よし。
はあ。まったく。よし。わかった。あ。や。なるほど。ほうほう。なるほど。や。ほうほう、なるほど。なるほど。ほう、なるほど。や。ほうほう、なるほど。
ふん。いや。覚悟はいいか？横一文字！行くぞ。ライフスリーダー。これを使え。癒しの奇跡に与えたな。雷鳴よ、驚き響け。なかなか考えがいがある。はっ、火炎よ、焼き尽くせ。
サイラス。まさか。なんだって。いや。何者だ？通りすがりの学者とでもさせてもらおう。魔法による血の結晶か。これは君だ。この魔法陣に使用されている文字、これはホルンブルグの古代文字だ。ほう。王家が断絶し失われた文字だ。一介の学者が知り得るものではない。優れた学者であるはずの君がなぜこんな真似をした？ほう、その博識ぶり、貴様もただものではないな。そちらの檻にいる人たちはまだ無事なのだろう。悪いことは言わない。彼らを解放したまえ。
何を言い出すかと思えば、はいそうですかというほど。それよりもここを見られたからには生きて返すわけにはいかないな。貴様の血も抜いて結晶の材料にしてやろう。負けるわけにはいかない。イカズチよ、貫け。ここからが本番だ。守るのかな。覚悟はいいか。どこ見てる。頑張ります。傷を癒したの。さあどう出る。と ここからが本番だ。はっ
癒しの奇跡を与えたの。あれ、これでどうか。ここからが本番だ。これは さあ、どうだ。さて、探らせてもらうか。覚悟はいいか。それでは。頑張ります。これを。なかなか考えがいがある。覚悟はいいか。十文字切れ。頑張ります。では、はっ。ライフスティールだ。さて、どうしようか。これでもどうぞ。そうだ、十文字切れ。行くぞ。行くぞ。じゃあ本気を出そうか。雷鳴よ、轟き響け。負けません。これなかなか考えたいな。三日月を貫け。頑張ります。光。覚悟はいいか。十文字切れ。貫け。なかなか考えがいがある。せい。はっ。頑張ります。なかなか考えがいがある。氷を切り裂け。頑張ります。光。これを使え。
そいつは黙ってる。さあどうか集中していこう。火炎よ焼き尽くせ。これを使え。ここからが本番だ。頑張ります。光。これでもどうぞ。それでは立ってきてください。光。そいつは黙ってた。覚悟はいいか。おう、はっ。さて、どうしようか。集中して雷鳴よ、轟き響け。さあ、どうだ。と行きましょう。覚悟はいいか。十文字切れ。さて、どうしようか。イカズチを貫け。そうだ。はっ。いくぞ。そいつは黙ってた。頑張ります。光。よし。まさか。はあ。おや。大丈夫かい？
ああ何だって？そしてなあ、わかった。オンに切る。これは。ん？そうだね。なあ。ああ。もう行くのかい？ああ、いろいろと世話になった。ありがとう、オデット先輩。何言ってるんだい。世話になったのはこっちさ。気をつけなよ、サイラス。あんた、思った以上にヤバいことに首を突っ込んでるかもしれないよ。わかっているつもりだ。十分に注意する。本当か？その謎があったら首を突っ込む性格を直してから言いな。それは一生直らないだろうね。うまく付き合って生きていくしかないな。天国の書が盗まれたのは15年前くらいって言っていたね。ああ、それが？実はね、15年前、当時の学長が何者かに殺されたのさ。天国の書に関係がある？そこまではわからないさ。ただ当時それなりに混乱してね。そのどさくさで盗まれたのなら関係があるかもしれない。貴重な意見ありがとう。覚えておくよ。
本当に気をつけるんだよ。ああ、一段落したら報告に来る。約束するよ。ああ、待っているからな。サイラス。ほう、なるほど。なるほど。失礼。ほう、なるほど。なるほど。
ほう、なるほど。一文字切り負けません。聖火の光輝きたまえ。くっ、あれ、氷を切り裂け。マジックスピードだ。横一文字切り。行きましょう。光。あれ、セイ。行くぞ。終わりだ。この程度では不合格。
オーデル。と頑張ります。さて、行くぞ。さて、どうしようか。雷鳴よ、その日響け。頑張ります。はっ、覚悟はいいか。おう、十文字切れ。ここからが本番よ。行くぞ。マジックスピード。それでは、えい。なかなか考えがいがある。本気を出す。三日月よ、貫け。どけ。頑張ります。傷を癒したまえ。覚悟はいいか。十文字切れ。なかなか考えがいがある。雷鳴よ、その日響け。覚悟はいいか。さい。負けません。癒しの奇跡を与えたまえ。ここからが本番だ。十文字切れ。行きましょう。さて、どうしようか。三日月よ、貫け。さて、マジックスピード。頑張ります。これを。お、負けません。癒したまえ。なかなか考えがいがある。三日月よ、貫け。さて、ここからが本番だ。さて、どうしよう。やっ、それでは、癒しの奇跡を与えたまえ。そうだ。十文字切れ。行きましょう。さて、どうしようか。覚悟はライフスピード。行くぞ。十文字切れ。負けません。
さて、どうしようか。雷鳴よ、驚き響け。さて、どうしようか。雷鳴よ、驚き響け。それでは、それ。覚悟はいいか。負けません。光。さあ、どうだ。使っておこう。覚悟はいいか。使わせてもらう。頑張ります。あっ！ここからが本番だ。十文字切れ！負けません。これを。オフィリアお姉さん。でも、エミール、よかった。ありがとう。さあ、あの。え？ええ。エミール。ごめん。ダリル？
いいですか。ごめん。オフィリオ、ただいま戻りました、バルトロ司教様。おお、戻られましたか。町の様子はいかがでしたか。この町の未来を担う子供たちは、みないい子ですね。子供たちですか。どうやら良いことがあったご様子ですな。聖火の輝きのような笑顔をしておいでだ。天より炎をもたらしたエルフリック神は各地を巡り、その炎を分け与えた。このエルフリックの童貞をなぞるのが20年に一度行われる式年放火です。それゆえ運び手が携える種火はその運び手の心を映すと言われています。運び手の心ですか。20年前式年放火のためにこの町を訪れたヨーセフ大司教の種火は威厳に満ちた力強い炎であったと記憶しています。一方今回のオフィリア様の種火は優しく温かい炎、私にはそう見えます。きっとお会いになった子供たちもあなたの優しさに救われたはずです。ありがたいお言葉です。そうであったら私も嬉しいです。おいエミール、ブローチは見つかったのか。森の中で見つけたよ。え、あの森に入ったの？あそこって魔物がたくさん出るって。ああ、でも神官のお姉さんがコテンパにやっつけちまった。すごかったぜ、なあエミール。
姉さんが戦うところ。そっちですか。そりゃすごかったんだぜなあエミール。うん、すごかった。ずるいぞ二人とも、俺にも教えてくれよ。もう心配はいりませんね。さあ、私も旅を続けなければ。ゴールドショアに向かいましょう。オフィーリなるほど。やっ！おい！さあ、良い戦いにしよう。覚悟はいいか？よっ！ここからが本番だ。使わせてもらう。使わせてもらう。ここからが本番だ。ん？十文字切れ。ここからだ。はっ！さて、十文字切れ。さて、十文字切れ。いくぞ。使わせてもらう。使わせてもらう。覚悟はいいか？使わせてもらう。ここから使わせてもらう。覚悟は十文字切れ。さて、
使わせてもらう。また一つ強くなる。感謝する。ほう、なるほど。剣の騎士、押して前。さあ、どう出る。と。
行くぞ。横一文字切り。それでは。成果の加護に感謝します。それでは。行くぞ。ライフスティールだから頑張ります。光、戦いはやはり始めようか。負けません。さて、どうしようか。とっ、ここからが本番だ。行くぞ。ライフスティール。さあ、氷を切る。大した強さだ。防御だ。横一文字切り。頑張ります。天下の光輝きたまえ。さて、どうしようか。はっ、せい。覚悟はいいか。横一文字切り。なかなか考えがいがある。火炎よ、焼き尽くせ。癒しの奇跡を与えたな。覚悟はライフスティールだ。いくん、横一文字切り。それでは、癒しの奇跡を与えたな。
あと。頑張ります。受けなさい。戦いはやはり長い。の。ほ。な。実はですは、なるほど。さて、確か、え、なんでも、おう、
よし。実は実は実は すまんな。お？よ。そうか。
すまんな。さて、おや、あんた、そうだ、あんた、ただし、ああ分かった、わかった。
さあさあ。よし。わかった。ああ。
おい。そうそう。よし。おっとっと。おい。よう。は？なるほど。は？なるほど。ほうほう。なるほど。おい。おっとっと。実は。そうそう。なるほど。ああ。これは。ああ。そうだ。なるほど。そうか。
きゃし。それでな、兄弟。そうか。おお。よし。そうだな。デリオン君、待て。さて、おい。いや。はあ。さあ。よし。ありがとうございます。それでは。
雷鳴よ、轟き響け。そうだ、はまた一つ強くなる。良い戦いにしよう。ライフスティールだ。覚悟はいいか。さて、どうしよう。変えよ。それでは、光。戦いはやはり苦手です。さあ、授業の時間だ。なかなか考えがいがある。キャッ、雷鳴よ、轟き響け。ライフスティールだ。そうだ、はっ、いきましょう。なるほど、よし。これが石流石だな。レイバースケで見たものと形が同じだ。こいつを持ち帰ればまずは一つ達成なんだな。そこまでだ、コソ泥よ。オルリック先生のお出ましか。噂を聞きつけて石流石を盗みに来たのか。だがこの石の価値を理解できぬ盗賊風情が手に入れて良いものではない。そうか、貴様、さてはバーラムの差し金だな。
本気でがましく口やかましい臆病なだけの男バーラム。赤龍石の研究をやめろやめろ、まったくうるさくてかなわん。バーラムね、この石は絶対に渡さん。そうか、俺はその石の価値なんてどうでもいい。だが元の所有者がその石を保証人で、石竜石は所有するにふさわしい知性と探求心を持つ者の手にこそあるべきだ。それがあんた自身というわけか。そうだ、これは私の研究だ。誰にも邪魔はさせない。他の者は誰も信じていない、そういう物言いだな。ああ、その通りだ。それがどうした。他人を信じないか、その気持ちだけは理解できるかな。分かった風な口を聞くな。そろそろ貴様と話すのにも飽きたわ。この場で片付けてくれる。やるぞ。行くぞ。そいつは黙ってた。さて、どうしようか。やっ、それでは。覚悟はいいか。さて、どうか。火炎よ、やっつけ。頑張ります。癒しの奇跡を与えたな。行くぞ。横一文字。覚悟はいいか。十文字切り。どけ。そこだ。さあ、どう。さて、探らせてもらうよ。負けません。覚悟はいいか。使わせてもらう。
ライフスティールが決まる。行きましょう。癒しの奇跡を与えたな。さあ、どっさて、探らせてもらう。行くぞ。大不思議。なかなか考えがいがある。火炎よ、焼き尽くせ。さて、よう。頑張ります。跳ね返します。頑張ります。癒しの奇跡を与えたな。覚悟はマジックスピードだ。さて、十文字切り。なかなか考えがいがある。ライフスティールだ。それでは。さあ、どうだ。これでどうかな。ここからが本番だ。よっ。なかなか考えがいがある。本気を雷鳴よ、轟き響け。ライフスティールだ。覚悟はいいか。十文字切り。それではこれを。行くぞ。よっ。どけ。ライフスティールだ。雷鳴よ、轟き響け。行きましょう。これを。行くぞ。ライフスティール。負けません。アタックしてください。光ここからが本番だ。十文字切り。雷鳴よ、轟き響け。ここからが本番だ。おせん。それでは跳ね返します。行くぞ。使わせてもらう。行くぞ。ライフスティールだ。
さて、どうしよう。火炎よ、焼き尽くせ。行きましょう。癒しの季節を迎えたな。ここからが本番だ。横一文字切り。ここからが本番だ。さあ、どうだ。使っておこう。覚悟はいいか。横一文字切り。行くぞ。ライフスティール。集中して火炎よ、焼き尽くせ。行きましょう。覚悟はいいか。それでは、癒しの奇跡を迎えたな。覚悟はいい。ガッツン光。ライフスティール。大した強さだ。合格点。たかがコソ泥にこの私が。こいつはいただいていく。さて、ボルダーホールに戻るとしよう。ヒースコードの言いなりというのも気に食わんが。戻った。テリオンさん、よくご無事で。こいつが赤龍石だな。確かに赤龍石で間違いございません。
言ったらよいか。お嬢様、テリオンは約束通りに取り戻してきただけです。それに戻ってきたのは石竜石のみ。まだまだねぎらうには早いかと。ですがヒースコート、腕輪は外してあげてもよいのでは。余計な気遣いはやめてくれ。そんなつもりは。それにこの腕輪が外れれば俺が逃げ出すとは思わない。そうは思いません。何？物事を途中で投げ出すような方にテリオンさんは見えません。これだから苦労知らずのお嬢さんは人を簡単に信じすぎだ。よく覚えておけ。どれだけ信じようと人は裏切る。裏切られてから泣いても遅いな。お嬢様、そこまでです。テリオンの言う通り、腕輪はまだ外すべきではありません。わかりました。それで次の竜石はどこにある？探りを入れておりましたが、ウェルスプリングにあるようです。ウェルスプリングか。確かあの町では闇市が開かれていますからね。闇市のことを知っている裏鍵に関わるやつしか知らないやつだ。こいつはただ者ではない。その闇市で緑竜石らしき宝石が出品されている、そういう連絡がありました。分かった、すぐにでも取り戻してこよう。どうかお願いいたします、テリオンさん。見送りなら結構だ。あんたたちと馴れ合う趣味はない。ですが、行ってしまわれましたね。よいのです、お嬢様。彼にも矜持というものがございます。ですか。人から後ろ指を刺されようが、盗賊は盗みの技で生きるもの。その腕には誇りも自信も宿ります。しかし私たちは彼を陥れた。そんな相手からの同情と気遣いは侮りと感じるのですよ。そう感じるほどの矜持がなければ、この役目にはふさわしくないのです。そうなのですか。誇り高い方なのですね。お嬢様。いえ、そのあの方が見せる寂しそうなお顔が気になって。まるであの頃の私のような。そうですか。先ほどはあのように言われてましたが、本当に。
ほう、なるほど。ほう、なるほど。なるほど。やあ。テリオンさん。勝負だ。冒険の騎士、押して参る。さて、使わせてもらう。行くぞ。覚悟はいいか。十文字切り。覚悟はいいか。使わせてもらう。さて、使わせてもらう。さて、よ。使わせてもらう。天文以来使わせてもらう。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 ここからが本番だ。十文字切り。また一つ強くなる。
いや、は、なるほど。なるほど。